はいですね、ポーランドのクラクフにいます。で旧市街からですね、ちょっと離れたところに川があるんですけど、川、のところにいます。あそこのんびりとした、ね、川です。日本なんかの川ってあると思うんですけどね、河川敷とかでね結構ゆったりとして過ごしてる人結構多いと思うんですけど、同じような感じです。で天気はすごく良くてですね、今25度を超えてるぐらいです。本日2010年6月の19日暑いですね、のろのかな感じで。今から日本漫画館、ね、日本の美術に興味あったですね、ポーランド人が収集した7000点以上の日本の美術作品、ここに展示されているということで今から見に行ってきます。